今日好開心啦，有酒井法子喺我身邊啊！我知佢咧有五年冇嚟香港啦，嚟緊仲會開 show 添啊 ！Welcome， 酒井法子。どうもよろしくお願いします。大家好，我係酒井法子。哇，廣東話好犀利啊！咁我知你咧，其實咧都隔咗五年先嚟香港啦，有冇好掛住香港嘅乜嘢咁樣咧？そうですね。前回コンサートで来た時に、会場の皆さんがすごい私が曲を歌う。なんていうかな、一回下がって出てくるたびに、なんかサイリウムでこうライトを用意してくれていたり、なんか垂れ幕ですごい会場が一体となって私を応援してくれたのがすごい忘れられないです。会唔会每一次嚟香港都有啲一定会做嘅嘢，或者一定去嘅地方，或者食嘅嘢咁样噶？香港で毎回することですか？なんだろうな。毎回することはそうですね。エッグタルトをいただくことですかね。咁呢次嚟有冇食到蛋挞啦？いただきました。今朝いただきました。美味しかったです。咁啊，呢段時間咧，呢幾日啦，三日兩夜嘅旅程啦，係咪都排得密密麻麻？有啲咩行程咧？はい、香港に来て、で今回のコンサートの撮影をいろいろしまして、で二日目は撮影と記者会見とこういったインタビューをさせてもらってます。咁有冇時間可以周圍去行下、玩下、食下咁樣咧？今回は出かける暇はゼロでございますね。はい、今次演唱会的主題是什么呢？はい、今回のコンサートのテーマは前回は、マイディアじゃないやマイディアは今回だった、ミスユということで、ファンミーティングということで、ね、皆さんに会わせていただきました。でそしてそのすぐ1年とか2年後にまたこの香港でコンサートやろうっていう思いがあったんですけども、すごいコロナとかいろんな世の中が大変なことになってしまって皆さん大変だったんですけども、なかなかエンターテインメントでもう二度と皆さんの前で歌えないんじゃないかってすごい思ってましたけども、またこうやってねエンターテインメントができるいい時期になりましてでまたこうやって香港の皆さんがずっと待っててくださって呼んでいただいたので本当に嬉しい気持ちで、今回マイディアということで。うん、咁耐冇見香港ファンさん、会準備啲咩驚喜俾佢哋咧？そうですね。まだどんなサプライズができるかちょっと考えていないんですけども、でもみんながびっくりするような楽しいショーにしたいなと思ってます。会唔会想试下唱广东话俾香港嘅 fans， 即系广东话嘅歌俾啲香港嘅 fans 咧？香港に来てすごくそれを毎回聞かれるので、これを歌わなくてはいけないのではないかって気になってきたので、まあできる限り頑張ってみます。はい。我哋都好期待你演唱会啊！咁我知你咧，其实咧，另外一个咧都系大家都好想知嘅咧，就系有啲咩保养嘅秘诀啊？因为大家都知你系呢个美女嘅一个即系美魔女啦。咁样究竟有啲咩保养嘅 tips 可以同大家分享下咧？ありがとうございます。そうですね。すごくやっぱり運動をしたりとか食べ物に気をつけたりとか、すごく健康的な早く寝たり早く起きたりとか、そういったことがやっぱり美というかそういったものにはつながるんじゃないかなと思います。咁有冇做咩类型嘅运动咧？ダンスとかヨガとか、あとはパーソナルの筋トレとか、あとボイストレーニングとかいろいろやってます。咁除咗話即係保養之外啦，平時咧同仔仔嘅相處咧，佢哋會通常會中意做啲咩多啲噶？そうですね。いろいろ正直に話してくれるので、関係は仲良しです。はい。咁今次咧，其實演唱會就正值暑假啦，會唔會都叫佢一齊過嚟，可以欣賞你個 show， 又可以帶佢周圍玩下咧？そうですね。でも彼は社会人なんで、夏休みとかもないんでね。でも来れたらいいですよね。誘ってみます。好啊，咁啊，今日咧好开心啦，可以同酒井法子倾偈啦，希望咧你个演唱会啦可以非常之成功，多谢，ありがとうございます。